ラジオダンブラーの隠れ家表部屋2。はい、どうも皆さんこんばんは、ダンブラーです。はい、今週の日曜ラジオですね、やっていきたいと思います。はい、本日は1月の29日の日曜日ですね。はい、1月もあっという間に、終わったというような印象です。まあ、1月はね、結構やりたいゲームはね、連続で出まして、まあ、それで忙しかったなというような印象を受けたというような、僕にとってはそういう月だったんですけども、同時にですね、寒いですね。はい、去年以上に寒いなというふうに思いますが、まあ、これもですね、ゲーマーあるあるなんですけども、寒い時期というのはですね、手がかじかんでこのコントローラーね、触るのがこうしんどいんですね。はい、まあ、なので、ゲーマーにとってもですね、この寒い時期というのは、もう寒さ対策がですね、必須になってくるというふうに思うんですけどもね。まあ、世間ではですね、エネルギー価格、電気代も高騰しておりますし、まあ、とんでもねえ時代だというふうに思うんですが、まあですね、そんな1月ももう終わりになりましたけども、はい、今週のラジオですね、やっていきたいと思います。はい、今週の話題はですね、まあ、この YouTube チャンネルで新しくですね、始めた企画がありますんで、まずそれについて触れていきたいと思います。はい、今週からですね、新しいゲームラジオシリーズ始めました。はい、タンブラのゲームラジオ、客間というタイトルを付けさせていただきましたけども、新しいゲームラジオですね、始めました。これはですね、まあ、これまで僕は個別のゲームについて、取り上げるラジオというのをいくつかやってきましたけども、そんなシリーズでですね、長く話すことはないんだけども、単発で取り上げたいなというふうに思っているようなゲームについてですね、いろいろ寄せ集めた、そんな感じの、まあ、ザックバランナというかね、ゲームラジオになります。ですので、まあ、とりあえず第1回ですね、今週は、ファイアーエンブレムの最新作のエンゲージという作品について、取り上げさせていただきましたけども、まあ、毎回毎回ですね、いろんなゲームタイトルについて取り上げたりとか、あるいはもっとね、回数が進んできたら、もう少し大きなゲームジャンルの話とかね、ゲーム会社の話、ゲームタイトルの話みたいな、まあそうですね、ゲームシリーズの話とか、そうですね、そういうで、もっと大きな、いろんな話をね、していく機会があればいいなというふうに思っているんですよ。まあそういう、ゲームの様々な雑談、小話をしていくという、そういうですね、ラジオシリーズになります。毎回毎回取り上げる、まあ、ゲーム関連は、年はゲーム関連ですけど、取り上げる内容がいろいろ変わってきますんで、まあ、お好みのですね、回があったら、視聴いただければな、というふうに思います。はい。で、こういうですね、ラジオの企画というものを、今年以降はどんどん増やしていこうかなというふうに思っておりますので、ここは特に強調しておきたいんですけれども、ラジオですから、ぜひね、お気軽に、いろんな長田作業等々でも、全く構いませんとか、ぜひ、むしろですね、そういう、形で聞いていただきたいんですけども、ぜひね、お気軽に聞いていただければというふうに思います。まあ動画あんまりですね、多く上がらないと思いますけども、まあその代わりにですね、まあ適当に、ながら作業でも聞けるような媒体で、いろいろと、発信をしていきたいと思いますんで、適当にですね、まあゲームラジオですから、レベル上げ作業等々ね、いろんなゲームにおいては作業があると思いますんで、まあ、そういう作業がてらとかね、何でも構いませんが、お気軽なタイミングで聞いていただければなというふうに思います。はい。で、まあそういうですね、新しい、ラジオを始めましたというのが一つですね。せっかくラジオですんでね、まあお便りのメールではないですけども、いろいろと取り扱ってほしい、ゲームの話とか、ご質問等々あればですね、いつでも受け付けておりますんで、まあちょっと、内容についてはね、できるかどうかは見て、考えますけども、はい、コメント等ですね、いただければその辺についてはいつでも受け付けております。はい。それからですね、新しいゲームについては、まあこれは、
このチャンネルでもね、体験版の方をライブ配信で取り扱いましたけども、魔界戦記ディスガイア7という、まあ、日本一ソフトウェアさんから発売している、もう、まあ、大御所シリーズみたいにね、もう長くだいぶ続いてますけど、そういう、ゲームシリーズがありますが、それの最新作7がですね、今週は発売しましたんで、まあ、先週発売したファイアーエンブレムエンゲージに、加えてですね、こちらの方も攻略をやってます。また、ブログの方ではですね、いろいろとこう記事追加していくと思いますんで、好きな方はチェックしていただければと思います。去年のタクティクスオーガリボーンに加えてですね、シミュレーション RPG というね、ジャンルのゲームがですね、だいぶ取り扱いが増えてきましたね。まあ、これで最後かな。最後ってか、わかんないですよ。今年はね、今年出てる情報で言うと、とりあえずはこれくらいかなというふうに思うんですけど、まあ、結構、増えてきてね、なかなかシミュレーション RPG のジャンルってそもそもゲーム発売しないんですけど、まあ、大きなタイトルとしては、去年から今年、この3作ぐらいを自分はこう、見てたんですけども、まあ、大体、そこまで発売したなというふうに思っておりますんで、はい、まあ、しばらくですね、まあ、タクティクスオーガリボーンについても、まだまだね、去年からの引き続きで、ブログの方ではいろいろと、記事更新しておりますけど、まあ長らく多分この3タイトルはね、ブログの方で取り扱っていく、大きな、まあ、シミュレーション RPG ジャンルということになると思いますんで、シミュレーション RPG、のジャンルが好きな方はね、チェックしていただければと思います。まあそれからまあ2月以降はですね、またぼちぼち、新しい、ロールプレイングゲームはね、色ずっと出てきますんで、まあ、その辺は取り扱っていきたいというのと、まあ、シミュレーションジャンルについては、どうせあまりまあ、いいゲームは出ないんですけど、いいゲームっていうか、いいゲームっていう言い方じゃない、別に、そもそもゲーム、タイトル自体が、出ないんで、ですけども、まあ、古いゲームとかも含めてね、色々とちょっと、何か取り上げられるものがないかな、みたいなものは、チェックをしていきたいと思います。で、また和風関連のゲームとかね、まあ、日本関連のゲームみたいなものが、そういうのが、まあ、あれか、魔界戦記ディスガイア7はね、そうなんですけどね。なので、本当にこう、大枠の自分の発信テーマとも合致してるんで、本当素晴らしい作品なんですが、まあ、そういうものはね、常にこう、目を光らせてチェックしておりますんで、また、何かですね、そういうものが、発売する、時にはこのチャンネルの方でも取り上げていきたいと思いますので、ね、またその時は告知をしていきたいと思います。はい、今週はそんなとこかな、そんなとこかなと思います。はい、まあ、だいぶこうブログの更新がですね、いろんな新しい新作ゲームね、増えてきて、忙しいタイミング で同時に、ね、そういう時にはね、こう重なるんですよね。守備の DLC も重なりましたしね。このままゲームあるあるなんですけどね。ない時は全然ないんですけどね。なんかやりたいゲームって重なりません？で、だいたいなんか、時間的にできなくて、積んじゃったりみたいなね、いうことがあるんですけど、ない時はね、全然なくてね、なんかねえかなと思うんですけど、お、いいなんじゃんと思った時には、ガーってくるんですよね。何なんでしょうね。まあ単なる、こう、なんだろう、印象の話だけなんでしょうけどね。はい。まあ、なんていうふうにね、思った、今月1月ですけども、まあ1月ももう終わりということで、まあ2月以降もね、今話したような発信のあれを追加しながら、やっていきたいと思います。はい。ということで、今週のラジオはこの辺で終わりにします。ご視聴ありがとうございました。またどこかのラジオでお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。